瀬さん、はい、もう思ったんですよ、はい、今ちょっと打撃に悩まれてるでしょう、はい、非常に低めの球が捉えきれない、はい、捉えきれない、行ったとしてもあまり力のない打球というか、こすり上げたりとか、そこで思ったんですよ、はい、野球人って、まあ、ちっちゃい頃から低めのボールは切れと、うん、真ん中とかそのストライクゾーンを打つ練習してきましたけど、してきましたよ、もちろん低めの球打てないんだったらもうそこ練習すれば打てる説、それはね、打てないんだったら練習すれば常に長打球を打つイメージがある海星さんですが、最近打撃が絶不調なんです。あの時の変態的な打撃は隠れ、低めは打てない、そして逆方向の打球も最近伸びないという状況になっています。今回はある特殊練習を2つやってきました。練習しましょう。なるほどね、今回スポ撮りですからね。スポ撮りです。室内練習場ありますけども、涼しいところで、かつ野球ができるこのスポ撮りで練習しようかな。素晴らしいですよ。しかもね、ピッチャーって低めに投げるでしょ、うん、有効的。早速ローボールに設定して練習していきます。なかなかバス戦でやんないですね、こういう練習。そして低めを打ちつけたためか、海星さんの何かがこの動画で変わっていきます。気づいた方はぜひコメントへ。どうすか、ガイさん、低め。やっぱりね、あの下半身残さないと、はい、やっぱり拾いきれない。あ、なるほどね。当てに行くだけだと多分ちょこんしかいけないから、やっぱりこうしっかりと低めに対して、はい、低めでも体の肩入れてカーンと弾いてあげる。あ、なるほどね。それぐらいじゃないと多分打てないなっていう。次はちょっと開き大きくして。あ、大きく。もうちょっと姿勢低くする。でもこういく。はい、これ打てたらもっと自分のスタンスはずっと広い状態で。あ、なるほどね。ここでも海星さん、低めのボールをただ当てるんだけじゃなくて、体をグッと入れて、なんというか潜るという表現が正しいのかもしれないんですけども、体もちゃんと使って低めの打球を打つことで、このような強い打球がいってると言っておりました。僕が投げるんで、それをもう大げさに流して打つっていう練習。続いての特殊練習は流しの練習でございます。実はこれ、ジャイアンツの亀井さんがやっている逆方向ティーをより実戦に近づけたもの。結構難しそうです。お願いします。ここで慣れてきた海星さんのスイングを見ていくと、ミートが相当近くなる分、開きの矯正と、あと最後まで見る練習にもなっておりますね。たまにはこのような大げさな練習も必要。次は強く打って実戦に近づけていくっていう。わかりました。ああ、なるほどね。はい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 。ああ、ラスト。そう。もうちょいね、掴んでほしいんだよ。
あーごめん、こってない。ここもバシッと。はい、オッケーオッケー。おお、いい。おお、いい。おお、今めっちゃ簡単。ピッチャーから見ても、その空振りとかファールの仕方嫌ですか？あ、そうだ。いや、それこそ奥が深いから。なるほど。なるほどね。弾丸前に出ないってことはバットが出るってことは、はい、走るってことだから意外とこの今まで打てなかった自分の悪なんか欠点みたいなものが、ええ、顕著に出たから。あ、なるほどね、うん、なるほどなって、うん、でボールもよく見れるんだよ、しっかりここで捉えようと思って。ああ、ね、パーンに行こうと思うと、はい、しっかり見なきゃいけないから、なんかこのこうやって行ったりとかバットがこう返れないとかのあれが直りつつあるというか、はいはい、まあ、ちょっとなんかポイントつかんだなって思って。あれね、なんかメジャーリーガーでよくバッターに潜るっていう表現使われるじゃないですか、はいはいはい、あれやってましたよ。潜らないと打てないから、ね、ここで目線合わせるぐらいボールにぐらいじゃないといけないから、はい、いい練習だったと思います。あれめっちゃ良かったです。ありがとうございます。もう俺もびっくりした、はい、やっぱ練習の大事さ、はい、やっぱ考えてやることに意味があるっていうのがよくわかります。なるほど、ね、ただ打つだけじゃ、だから試合で最近ただ打つだけになってきたのかなと、はいはい、思ってはないけど、もしかしたらちょっと無意識にね、無意識にそうなってたのかもしれないから。わかりました。いや、よかった、いい練習になったなら。いい練習です、本当に。まあ、低めもし苦手な方いれば参考にしてみてくださると嬉しいですね。下半身をしっかりグッと落として、はい、で潜らす。そうですね、でバットを走らせる、うん、それで OK です。いや、よかった、いい練習でした。まあ、克服できたかどうかわかんないんですけど、ね、いい意識づけにはなったと思うんで、練習としてね、期待します。ありがとうございます、はい、じゃあお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、今回の動画で何かが変わっておりましたが、皆さんは気づきましたでしょうか？答えはコメント欄にて。